SMR で磁気ヘッドよりも狭いトラックが記録されていく家庭シングル磁気記録方式のように見えることからシングル記録方式と呼ばれる。幅広の磁気ヘッド厳密には磁極の角に特に強い磁界が集中する特性を利用した専用形状の磁気ヘッドを搭載する。再生素子に関しては大きな変更を要求しない。同技術は2009年にアールウッドラによって 提唱され、c ートテクノロジーは2014年に世界初となる製品を発表。記録密度を25%向上することに成功した。SMR ではデータの部分的な更新は難しい。書き換える必要のない隣接トラックにまでデータが書き込まれてしまうためシーケンシャルな書き込みに特化しており、従来時期テープが得意としてきたバックアップやアーカイブ用途に向いている。 特に磁気テープはデータの頭出しに数十秒オーダーの時間がかかる難点があり、バックアップやアーカイブであってもこれらの遅延を避け、素早くデータを取り出したい場合に有用である。実際にメーカーは当該製品をアーカイブ HDD と名打ち、販売している。原理上、データの部分的な更新はスループットが遅いというデメリットがある。 書き込み用事キヘッドの幅がトラックの幅より広いため、ある一本のトラックのセクターを上書きしたい場合で、あっても複数のトラックにまたがってデータを書き換えてしまうことに起因する。更新を可能にするために、ドライブマネージド型のドライブではキャッシュを利用するが、キャッシュのクリア作業が予期せぬタイミングで起きたり、キャッシュ容量を使い切った後は書き込み速度が大幅に低下することが知られており、 性能面で完全な解決には至っていない。そもそもシーケンシャルな書き込みしか受け付けず、ランダム書き込みにはエラーをホストに返す、ホストマネージド型の使用も策定されつつある。システム用途やデータベース用途などのランダムアクセス書き込みが多い用途には不向きである。なお、パーティションに置かれるファイルシステムのインデックスも一般にはデータベースの一種である。読み取り性能は シーケンシャルランダムアクセスともに通常のハードディスクと同等の性能が期待できる。2020年4月頃にウエスタンデジタルがネットワークアタッチとストレージ向けに製造していた WD レッドシリーズがユーザーへの予告なく SMR に変更されていたことが発覚した。前途の通り SMR は従来の CMR に比べると書き込み性能に劣る。 ものの記録密度が上がることにより容量あたりのコストは低減する。また、プラッタの外周の一部に CMR 方式の書き込みを行うエリアを儲けキャッシュとして利用する等の技術により一般的な仕様では従来の CMR と遜色ない使い勝手を実現している。このことから各社は既存の HDD のラインナップを順次 CMR から smr に変更しており、例としては2018年の時点で C8 テクノロジーが製造する一般ユーザー向けのバラクーダシリーズで2イトのプラッタを採用した製品はすべて smr 方式であった。しかし、謎においては RAID の同期など smr が苦手とするランダム書き込みが発生し、特にファイルシステムに ZFS を利用している場合は、 大きなパフォーマンス低下が発生する。また、ウェスタンデジタルは2015年の時点でこのことを把握していた。にもかかわらず、ユーザーへの告知なく、ナズ向けとされる WD レッドシリーズを SMR に変更していたため、大きく批判されることとなった。また、ナズベンダーにも通知していなかったため、ナズベンダーは当該の HDD を互換品リストに加えたままであった。 問題発覚後、このベンダーは、互換品リストから除外した。批判を受け、ウェスタンデジタルは公式ブログにて釈明の記事を掲載した。ただし、当該製品は、双方などのロードワークが軽いオート向けである。上位機種である、WD レッドプラスは、CMR であり、2T6TB のラインナップを追加する。といった内容であり、謝罪ではなかった。また、 WD レッド以外の製品については詳細が不明であった。さらなる批判を受け4月22日に WD ブラックシリーズなどの他のラインナップを含めたリストを公開した。ただし、製品ページに表記はなく、当該ブログを閲覧するか、サポートページにアクセスし、スペックシートを入手する必要がある。この件を受け、競合である C Gate はべての機種のリストを公開した。 ウェスタンデジタルと異なり、ナズ向けのラインアップには SMR は一切搭載されておらず、また将来においても通知なく変更することはないとしている。また、ナズ向けの HDD は製品ページに CMR と明記されており、その他の製品も製品ページより比較的簡易にアクセスできるスペックシートから判別可能である。ホストコンピュータに対して、 SMR ドライブをどのように見せるかで分類が分かれ、それぞれ仕様が策定されている。SMR 領域のトラックを上書きする場合、後続のトラックも上書きされるため、続いて書き直す必要がある。SMR 領域のすべてのトラックが瓦書きされていた場合、ドライブの最後のトラックまで書き直さねばならず、非現実的である。そのため、 SMR 領域のトラックを複数本まとめて、バンドと呼ばれる領域に区切り、バンドの最後のトラックのみは幅広くても良いことを許可することで、再書き込みを実現可能としている。ホストは SMR ドライブを従来のドライブと同様に扱える。SMR 特有の処理は、ドライブ内部で処理されるため、既存のソフトウェア資産を変更することなく利用できる利点がある。 前述のデータ更新に関する問題を解決するためにディスク上に専用のキャッシュ領域を設ける。この領域では重ね書きが行われず従来通りの記録方式となり、トラック幅は SMR 領域よりも広い。書き込まれるデータは一旦キャッシュに保存され、その後一括して SMR 領域へ保存される。また、 SMR 領域にしかないデータの更新作業は、1、上書きしたいデータ全体を読み出し、2、キャッシュ領域へ書き出し、3、キャッシュ領域のデータを更新、4、現の SMR 領域に書き直すという煩雑な手順が必要となるものの、作業自体は可能である。キャッシュから SMR 領域への反映は、ホストからの書き込み、読み込み命令とは、非同期に自動で行われる。 キャッシュのクリアはドライブ内で全て処理されるためホストの書き込み読み込み命令と何ら関係のないタイミングで起こる。これは前述の大幅な性能低下につながる可能性がある。またシーケンシャル書き込みに特化しているいるもののキャッシュ容量を超える連続した書き込み要求があるとキャッシュから SMR 領域への転送を待たねばならないため性能低下が起こる。 ドライブマネージドの書き込み性能は連続書き込み量とキャッシュ容量に左右される。またキャッシュから SMR 領域へのランダム書き込み性能はバンドのサイズに左右される。書き込みが連続、高密度かつ大量に発生するようなシーケンシャルバックアップ用途には向かない。ホストが SMR ドライブに適した命令を送ることが前提とされる。 既存のファイルシステムやアプリケーションの変更が必要という問題があるもののドライブマネージド型の抱える性能面での課題を解決するこのタイプではシーケンシャルライトオンリーゾーンが使用上必須であるホストはシーケンシャルな書き込み要求のみをここに書き込むことが許されそれ以外の要求はドライブがエラーを返すランダム書き込み要求も考慮して 通常の記録方式が用いられるゾーンのオプションで設けても良い。これら制御を可能にするコマンドは情報技術企画国際委員会の T10 及び T13 委員会が策定している。スカジーに対しては ZBC というコマンド群がシリアル ATA に対してはザックがある。2017年 HGST はホストマネージ型のハードドライブのサンプル出荷を開始した。 ドライブマネージドとホストマネージドの両方の性質を兼ね備える。ホストマネージド用コマンドを使用する高い性能のシーケンシャル書き込みを行える一方、従来のコマンドを使用し、ランダム書き込みを行ってもエラーにならずにドライブへ書き込まれる。ありがとうございます。